皆さん、こんにちは。バークリバーの生産スケジュールになるんですけども、久々の投稿だと思うんですけど、今、ブレードカットを終わってるのが13モデルですね。このキツネ CPM154 からなるんですけども、 まあ最近、うん、新しいモデルが出たりとか、まあ、ここ数年であったと思うんですけど、で、古いモデルの再販もね、鉱材を変えてなんかっていうのもあるんですけど、まあ、今ね、私がいいかなとか、欲しいなと思うのっていうのは、あんまりないですね。去年もなんですけども、で、今、 ちょっと気になるのがね、二つ。三つかな。一本目はここのね、ガニー PSB27 っていうモデルになるんですけども、これはガニー3 v ですね。私、ガニーも好きなんですよね。このね、コンパクト感が良くて、まあ小さく感じるときももちろんあるんですけど、ジャストフィットっていう、 感じの時もあるんですよね。で、ここ最近、今じゃ、使うとしては今じゃないんですけども、まあ夏終わってからになるかな。まあ、斧とね、持っていくんであれば、一番最適なんじゃないのかなっていうふうに感じてるんですけども、まあ、バークリバーの話なんですけど。で、 夏のね、俳句も、これが一番コンパクトでいいなと思うんですけどもね。まあ、ちょっとアドベンチャー志向がね、強いんで、まフ、あ、5インチがいいかなと思っちゃったりもするんですけど。で、このガニー PSB27 っていう鋼材が、今ね、バークリバーでは珍しいと思うんですよね。ここ数年、バークリバーはもう、自国アメリカの ものでこだわって、で、もう鉱材もアメリカのものしか使わないっていう風に言ってたんで。で、この PSB27 っていうのはね、ドイツの鉱材なんですよ。で、もちろん私も使ったことがないからわからないんですけども。で、A2 以上 3V 以下に分類されるような鉱材なんですよね。で、まあ話を聞いたりしてると、まあカストロムで使ってるスレープな と同等ぐらいななのかなっていうふうに思ってるんですけどもでマイクさんはこういうふうに表現してました A2 以上の刃持ちエッジリテンションは A2 よりいいよっていうことですでタフネスは同等クラスだろうっていうふうに話してましたねで腐食は A2 よりいいっていうことでした まあだから A2 以上、3V 以下っていうような表現になるんだと思うんですけども、ちょっと気になりますね。ただね、これはね、プレオーダー KSF も DLT もしないって言ってたんで、まあ、ショートランの可能性もありますよね。まあスポットだと思うんですけど、ちょっとガンに好きな方なんていうのはね、まあ何本も持ってる方もいると思うんですけども、 ちょっといいのかなっていうふうに思いましたね。で、あとはまあいろいろあるんですけど、うん。まあ好きなのがね、決まってる方であればね、いいものがチョイスすると思うんですけど、この辺はね、ちょっとね、ブラボー3だったりとか、サバイバースクワットリーダー2の方か、 うーんトープリーコン。この辺は結構大きいモデルですね。で、ウルトラブッシュクラフターはまあ小さいね。これは、アメリカンナイフカンパニーって、まあ DLT でプロデュース前してて、廃盤になったもんだと思うんですけども、このフォレストスカンジも去年か、一昨年しあったかな。うん、なんかあったと思いますね。まあ、ブラボーネッカー2っていうのも、 昔からあるモデルですよねあとブラボー2かブラボー2もねアメリカでは人気ですね結構大きいんでねうーんと20センチ18センチとか19センチブレードだったと思いますねキツネもね最初ねこれ出た時は結構人気なんだけどあの実用されてる方っていうのはちょっと私見た時ないですね で、まだブレードカットが終わってないから、ちょっと、どうなのかなって思ってるんですけど、いつになるかわからないです。ここで13本で、まあ、一周で半年ぐらいかかるんじゃないのかなと思うんですけどね。すべて作り終わるのにね。一、まあ、週間、1モデルいかないですからね。で、ブレードカット終わって、アップガニーがね、A2 で、 当初 KSF でプロデュースしてたんですけども 3V でどっかにブラボーもアップブラボーも載ってたかもしれないですね 3V で行くみたいですねでまあ天狗も狐の大きくしたようなモデルになるんですけどもで一番この中で私がもし買うとしたらリトルクリーク まあこういう感じでね、メインナイフとね、合わせるのがいいですね。まあ、アメリカの方であれば、これが EDC ナイフで持ち歩いてるんですけども。これは LMAX ですね。まあ、廃盤になってしまったんですけども。で、リトルクリークも、モデル自体でね、 二つあるんですよね。これ、ここにランヤードエクステンションがついてるものもあるんですよ。これの生産の時はなかったみたいですね。これはちょっと知り合いから譲っていただいたんですけども、これがね、どうなのかっていうのがちょっとまだエクステンションありなのかないのかちょっとわからないんですけど、まあ、プレオーダーも先日見た時は特に 入ってなかったですね。で、リトルクリークもね、作る作るっていう話はあったんですよね。もう2年ぐらい経つんじゃないかな。結構前なんですよね。で、もともとこれね、人気あるのに、なんでこんなに間が飛んだのかがちょっとわからないんですけども。まあ、このサイズだと PSK とマイクロカナディアンでね、分かれるんですけども。 好みが。私はリトルクリークが一番いいなっていうふうに思います、うん。これはね、ちょっと狙おうかなって久々に思ってるんですけども、今ね、びっくりしたのが、もう160円間近ですからね、為替もね、どん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 ね、円安ですからね、 ピンポイントで狙ってね、いいものを買うのが一番いいと思うんですけども、まあ、バークリバーの魅力としては、まあ、なかなかね、こんなナイフメーカーでモデル数が多くて、で、最新、アメリカの最新鋼材ですよね。まあ、高級鋼材を使ってる。で、あとはハンドルバリエーションが何と言っても、 多いですね。これ以上多いメーカーって私はちょっと知らないんですけども、カスタムでね、特注みたいな感じで注文すれば、まあ好きなのでできるのかもしれないんですけども、なかなかないですよね。まああとはコンベックスですね。コンベックス私はやっぱり好きなんで、まああと、リトルクリーク。うん、ちょっとこの PSB27 っていうのもね、 試したいなと思ってるんですけど。ちょっとこれも悩んでますね。まあ、ガニーもね、結構たくさん使ったんですよね。今も3本ですね。3本。全部実用で。いいハンドルのものもあるんですけども。すべて実用になってますね。でね、あとね、このね、まだね、公式で出てないんですけども。 ブラックベアっていうのがあるんですよ。これはね、まあ噂程度で、ちょっと模写みたいなのがちょっと出されてたんですけども、グリズリーの後継版っぽいですね。みたいな感じ。まあグリズリーとベアの違いみたいな感じだと思うんですけども。うんそうですね。まああとね、メインナイフこれから買う方、まあ初めての1本買うんであれば、 まあ気に入ったモデルが一番いいと思うんですけどまあ悩むと思うんですよね、まあ、何本も買えるようなもんじゃなくなってきてるんでまあそういった場合は私はブラボー125が一番よろしいんじゃないのかなっていうふうに思います、まあ、これもレギュラーとね LT 厚みが 5.5mm と 4mm があるんで まあそちらの選択っていうのは出てくると思うんですけど、うん、まあ一番これぐらいの大きさがね使いやすいんじゃないのかなって今の、うん、キャンプシチュエーションですね一般的なキャンプシチュエーションで考えても、うん、ブラボー125が私は使いやすいんじゃないのかなっていうふうに思います 一番おすすめはこんな感じなんですけどもね JRE ピギーバッグモデル DK 映ってるかなこのねこともねちょっとねあのインスタの DM で問い合わせをいただいてたりとか要望があったりとかちょっとあるんでもう一回これはねちょっと別の動画であのお話ししたいなと思いますんで うん、ガニーも、私はいいナイフだと思います。では、ありがとうございました。またよろしくお願いします。